まあ、まずはその細川くんですね。やっぱその100分の1になる男はやっぱスター性があるな。すごいアップセットだったな。で、まあそれに通ずる話なんですけど、まあ一応プロ対抗戦という形でやったそのブレイキングダウンとの対抗戦はブレイキングダウンが勝利してしまったので、これね、またさらに賛否とか生まれてきそうなんですけど、まあよく思ってないプロの団体の、まあ、関係者とか、うちなら勝てるよっていう方は11でぜひ対抗戦しましょう。特にまあ優浦選手とかはまあちょっとね、プロの実績もあったりするんだけど、外へぼう君とか細川君って本当にブレイキングダウンに出始めて格闘技経験も浅い中で勝ってる。まあ本当になんかポテンシャルあるなって思いましたし、まあ、なんだかんだ言ってブレイキングダウンで強いなって思いました。トーナメントもそうですね、アップセットでいうと山川総理君が勝ったのがちょっとアップセットだったのかな。まあでもその他は順当通りということで、まあ何にしても次11で1日2試合やらないといけないんで、まあその辺も含めて運も全て味方にしたものがチャンピオンになるんじゃないかなと思います。トーナメント表シャックをっていう選手からの声もありましたけど、その辺はまあ僕はこのままでもいいのかなと思ってて、どっちにしても同じ日に2試合するわけだし、なんか誰が勝つか分かんないんで、このままでもいいのかな。まあブレイキングダウンという大会で東京ドームっていうのはまだ僕は考えてないんですけど、まあ僕が個人的にその東京ドームみたいな会場でこの格闘技の大会を開催したいのはまあ夢の一つなんで、そこにこうブレイキングダウンの選手が出ることはある。なんかやっぱりブレイキングダウンってすごくて、海外への認知も最近すごく、海外からやっぱ対抗戦を申し出されてる状態が結構続いてて、いろんな国からやっぱり話が来てるんですけど、なんかこの天狗のような感じでこのブレイキングダウンの、まあ、精鋭を5、6人なのか、まあ、7、8人なのか分かんないですけど連れてって、そっちの会場でやっていって、さらにその世界の認知を取っていけたらいいかなと思います。ブレイキングダウンってやっぱその辺のプロ選手よりも認知度も求心力についちゃってるので、あとここに実力がついてきたら本当にいろんな大会に出てってもらいたいと思うし、まあ、僕らは団体としてはどんどんその選手がプロの道に行きたければ行ってもらうっていう思考なんで、はい、まあ誰かがねこうどんどん切り開いていくと、あとのブレイキングダウン選手たちも続いていく形になるんじゃないかなと思います。2月の予定をしています、11に関しては。まあそのあとは、まあ、3ヶ月おきぐらいに開催していけたらいいんだというところで、まあ年4回予定していて、でまあいつもながらこの1ヶ月半、1ヶ月後ぐらいに天狗をやっていくっていう、まあ、そんなスケジュール感ですね。やっぱり試合をなんか僕思うのは、例えば世界最強の人物が2人いたとして、なんか誰もいない公園で2人戦っててもなんかあんまり価値がないと思うんですよ。でもこのどれだけの人がその試合を見たいかっていうことで、その格闘技の価値が高まると思う。で、その試合にこう至るまでのこうストーリーとかを視聴者に見せたことが成功の要因なんじゃないかな。そうですね。でもやっぱり初代の米尾とかは自分のお店を出したりとか、まあ、飯田さんとかもね、YouTube 40万人とか行って焼肉屋を今度出すみたいですし、なんかこういろんな人の人生がいい方向に変わってるなと思ってます。裏番組でおっしゃってた朝倉に来る挑戦トーナメントみたいな話の具体的なプランとかってあります？あれはまあいずれ出るとしたらそういう感じになるのかなっていう、まあ、ただの思いつきの話で、まあ今自分の
試合までやることあるので、まだブレイキングダウン出ることはないです。